こんにちは、ガミくんです。今回はアポカリプスに重心化リコルを使ってみました。よし、よし、魔王キラー L に属性相性も合ってるんでめちゃくちゃ強いと思うんですよね。あとは調教フレアがエレメントエリア乗っても意味ないんで、調教ホーミングだけでどこまで戦えるか、あとはワープもないんでちょっとこういう時が辛いですね。ビゼラーはまあ倒せないな。縦貫で倒せるか。お、いけた。そしたら誰も乗ってないな。え、調教フレアが強いからかわかんないですけどそれだけでいっちゃいましたね。げ、そこ通れたのか。どうしようかな。ゲージ外してすり抜けた。ゲージを外してブロック利用するとキラーが乗らないのがちょっと辛いところですね。あとは、うお、危ない。で、どうしようかな。ちょっとなんとか下にいたい。下に、下にいたいな。SS でどこまで削れるんだろう。半分くらいは行くかな。8ターンで半分くらい行ったらなかなかにやばいと思いますけどね。行けるか。おおいや、これは強い。これはなかなかちょっとめちゃくちゃワクワクのみ厳選したっていうの。これ紋章ついてたらワンパンいけるんじゃないですかね。8ターンの方で。おお、痛い。どうしようかな。これで下行かないかな。いた。行ったけど倒せなかった。綺麗に縦貫したら絶対これワンパンいってますね。で、ここがなかなか多分キラーが働かないからちょっと大変そうなイメージが。そしてで、左に挟まって、SS どこまで通じるのかな、キラーじゃないやつに対して。そして、なるほどね、どうしよう。ワープに絶対乗るから、ワープに絶対乗るからなかなかちょっと辛いっすね。あ、でも友情で意外といけます。ちょっともう一回、お、強っキラーが乗らなくても結構いくな。どうしようかな。このまま下に行って、よし。あとはこっちで、シールドは多分フレアで結構楽に倒せると思うんですよね。あー、そっか、裏当てしてもエレメントエリアがあるのあれがあるからあんまり意味ないな。とりあえず
とりあえず倒しておいて、ここからの削りがなかなかどうしようかな。左下から出ることを祈って。お、出たけどダメだった。どうしようかな、どうしよう。こういう時に削れないのがちょっと辛いところですね。生成でいくか。多分ワンパンでしょ。6500万。これボスワンパンいけるんじゃないですかね。やりたいな。あーダメだ。あいつが、ヴィゼラーが邪魔だな。あれ？ボスってそんな6000万あったらボスラスゲとかいけるかな。ああワープが邪魔で打てないな。ワープが邪魔で打てないな。どうしようかな。普通に、あダメだ、普通に殴ってもヴィゼラーがいるから、じゃあ下に、普通に下に、あマッチした。どうしようかな。普通にヴィゼラーにか。はい、でどうしようかな。弱点じゃないところ殴るだけでも全然削れますね。どこまで削れるかな。あーちょっとこれはきつい。上から、いややっぱ強いな。どうしよう、ラスゲに取っておくか、ボス2をサクッと突破に使うか。弱点位置だ。あーダメか、どこまで削る。お強っ。縦勘でいくか。あーうまくいかないな。で死んだ。なんとか直したいな。弱点外だし、どうしよう、どうしようかな。普通にこいつら倒すか。で だよな。そしたらまあいっか、2体倒して一発多分。あでも死なないか、こんだけ HP やった。あ全然耐えた。どうしようかな。はい、これで多分死ぬはず。よしで EP を回復させたい。 EP を回復させて、ラスゲ、これラスゲどんだけあったかな。 HP もう普通にワンパンいけるんじゃないですかね。照明あっていけるかな。次で溜まるのか。どうしようかな。確実にもうやれるんですけど、縦勘でどれだけ削れるか。おお強っ危ない、死ぬところだった。強っ、めっちゃ強。これすごい、うまくいったら、速攻、数ターンでボス倒せるんじゃないですか？で、4P だから、フォース。あー、これはどうしよう。いや、普通にディベラーを狙って。入れ番した。もうこれそのまま反対側で打ち抜いて倒せないかな。おっ、あっちが倒せない。そしたらどうしようかな。もう一段階貯められるし、とりあえず友情で多分死ぬでしょ。これは
よし。あとは、ゲージを外して、なんとか 4P を外に出したい。よし、これで出たでしょ。あー、これはもう絶対ワンパンいけるやつっすね。どうしようかな。このまま行くと角度的に、こうだな。こう行って、ワープ乗ってないよな。乗ってないから。はい。強っ。いや、剣も、何万だったっけ、ラスゲー。剣持っててワンパン。いや、強っ。いやー、面白い。楽しかった。すごい楽しかった。めちゃくちゃグダグダだったけど、めちゃくちゃ楽しかった。いや、これで1体は絶対入れたら楽になるんじゃないですか。困った時に撃てばいいと思いますよ。8ターンでも全然火力出てたんで、3000万くらい。これは、よかったなぁ。というわけで、リコルで、アポカリプスでリコル使ってみたでした。ちょっとグダグダでしたが、なかなか楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。